やべえ、やばいやばい、船堀やばい。笑ってくれ、この逃げ帰ってきた哀れな俺よ的な。寝る前に話しかけてみよう。肉取ってもらおうか。これ前に頼まれてたやつ。二人の出会い、永遠の恵み、歌詞。初めてエンデを見たときは本当に驚いちゃった。だってエンデはアテナイの軍服を着てたし、血だらけだったんだもん。正規軍っぽい。でもね、傷ついているエンデを放ってはおけなかった。このままじゃ死んじゃうって、そう思ったら敵だとか戦争だとかそんなことはどうでもよくなったわ。急いで人を呼んで家まで連れて帰ったの。本当ドキドキしちゃった。これの音、せっかく裁縫道具があるんだから何か作りたいな。もっとバッグをでかくしてほしいね。大きな布、部屋を飾る、部屋を飾るのに使えると思うんだ。ちょっと肉送ってもらおうか。食え。のとです。やっぱり食べなきゃ。ダメダメ、もう食べるシーンはいいか、何回も見てるし。ねっちょねちょの肉をね、何回も食わなきゃいけないんだったらね、調理方法とか考えたらいいのにね。生のままこれ一つ食うのは結構辛いよね。あ、なんかイベントか？こういうゲームのキャラクターって掛け布団しないよね。大体ベッドにそのまんま寝てることが多いよね。エンデ、いつも大変なのは分かってるけど、もう少し一緒にいたいな。リア充爆発しろ。回復ほとんどしていない。残っておる。肉は買ってもらって、あんまり可愛くないね。裸にシーツを希望。購入としても、高価材はボス戦に持っときたいところだね。グライアイってのがメインヒロイン。グライアイばあさんだけどね。合成したいものを選ぶの。なめし川、大きい布が欲しいみたいなこと言ってたよね。他にも何かあるかね。背中のが本体です。背中のはじいさんだからね。大きい布2つぐらいある。赤青絡み線、絡み線行ってみようか。買いな。何するのかい？どっかにも何か。じゃあちょっとこれを貢いでこよう。エンデ、村での生活。私の村に来てから、何気に神ゲーの予感。村の人からすると、エンデは敵国の人で、しかも兵隊さんだったんだもん。しょうがないよね、みんな戦争で傷ついてきてる。でもこれドリームクラブ。お父さんが戦争中にノトプラス人さんから助けられて以来、異国の人だからとか敵だからとか、そう困っている人にそんなの関係ないわ。ボタンに手が当たっちゃって。そしてさっき手に入れた布を渡す。面白い柄の布ね。創作意欲をかきたてられちゃう。何作ろうかな。ベッドカバーかな。テーブルクロスもいいな。ねえ、エンデはどっちがいい？自分で選べるんだ。まあ自分がよく使うのはベッドだろうから、ベッドカバーにしようか。いいね。縦縞にするか横縞にするか考えどころよね。さらに渡す。2個目を渡すと、さらにバッグの容量は。エンデのカバンのベルト、
付け替えてみる？頑丈そうなベルトだし、今より荷物を多めに詰めても切れたりしないと思うわ。どんどん大きくできるっぽいね。同じアイテムでも大きくできるんだったら。できた。はい、前よりもたくさん入るようになったよ。エンデン、いつもありがとう。仲良くなると好感度が上がると、左のあのオーラみたいなやつがどんどん上に上がってくるんだよね。はい、よかったら使って。エンデンの、これが高いとなんか真のエンディングっぽいところに行けそうな気がする。手作りのお菓子、そして現在アイテムは60個まで持てるようになった。ヒットポイントがやばいんで完全回復まで寝ます。8時間寝ると完全回復できる。8時間寝るって健康だな。ノトがいない、ノトじゃない、セレスがいない。いた。時間によってイベント等もあるんだ。ダンジョンに行くばっかりじゃ仲良くなれないってことなのか。ホタル綺麗だね。ホタルもいいな。歌について、今でもダンジョン好き。でも前のように心から楽しめなくなっちゃった。歌が好きで楽しくて歌うんだけど、歌うこと自体があの時を復活させるの。しばらくここでグレスコバになりそうだから、少しは気持ちいい部屋にしたいよね。そうだ、何か置けそうなものを送ってくれたら私は飾ってみるよ。ほんとミツグ君だな。何か置けそうなもの、地下に何かあればいいんだけど。のとは歌はあまり上手くないよな。多分歌ってるのは別の人だと思うんだけどね。ちょっと声違うかったし。のととかコッポラ以来だぜ。コッポラ、まあいらないアイテムはとりあえず全部倉庫にぶち込んで、ロリアニメだな。眠いっすな。金属片で回復アイテムはちょっと持っていっとかないとまずそうだよね。ノトリンコがいると聞いて、この辺をどうするかだよね。ばあさん回復アイテム打ってくれんのかな。応急薬買いな。あ、1個買ったら売り切れになる。結構厳しい。ふとむらさんコンポテー、これ発売したばっかりなのね。発売は昨日かな、おとついだ、木曜日だから。これは結構無茶にダンジョンに行くよりも、一度クリアしたダンジョンを繰り返して強くしなきゃいけないタイプのゲームかもしれない。ヒューチー氏は、ヒューチー氏、それは日本の習慣か。炎の塔の敵が強いんだよな。さあ探索を続けます。さっきはね、左から進んでいったんで、ちょっとポテト星人さんこんまら、右からも回ってみよう。
閉められちゃった。あっ危ないな。おっと危ない。とりあえず一つは肉持っとかないとね。めちゃくちゃ面白そうな剣。金も結構重要だし、基本は何度も同じ塔に戻りながらアイテムや武器防具等を強化していった方が安全みたいだけど、まあそういったレベル上げ等に行くのは詰まってからということ。やっぱり初めのここを進むので問題はないみたい。あれでかいの。武器は剣以外にないの。武器は剣。交換と上げも必要かもな。そういえば鍵1個も手に入ってないな。一応証券っていうか双剣があったんだけど、双剣あんまり使いやすそうじゃなかった。大攻撃の相手がこかせるんではめれる。その代わり威力的にはため2の方が。よし獣肉ゲット。これでこの先は基本アイテムの方を優先でいいな。こいつがごっつい強いんだよ。放置していこう。濁った治療薬。すごい溜まってきた。カタ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 ってゴキブリみたいな。ゴキブリはカサ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 。でここだよな。火のつけ方が分かんない。調べる。直接触れるのは危険。鎖を試してみては。やっぱり鎖か。あ、なんか来た。でスイング。これが連続攻撃。どう投げればいいのかな。基本このゲームは迷ったらこうだろう。ついた。これは何だろう。引くのか。動く。あれランタンだな、おそらく。あれにも火がつくような気がする。なんかシュールだ。やばい、落ちそうで怖い。ここに投げつけたらついた。あ、こんなところにつかめるところがあるし、ここもつかめるよな。火がある。ゴキブリはカサカサって走る黒い弾丸を覚えました。ちょっと複雑すぎないか、それは。
火を持っていくが、なんかここついた。あ、いいね。ヒロインはノトを覚えました。まあ、ヒロインはノトだけど。おっと落ちる。光ってる。火薬がいっぱい手に入るところだね。ちょっと手前から順番に行こう。何、あ、一応足場があるの見える。宝箱だ。わーい。バレビト編。おっと、電話がかかってきた。ちょっとごめん。行くぞ。おっと、敵と戦うところ。合力。電話パシャシグマ P V。 鎖でつなげると両方にダメージが届くんだよ。もう肉はいいから、できるだけアイテムの回収をしながら。ここか、鎖がある。ああ、ボス戦だ。友達、何そう美味しいの。なんだこいつ。弱ってくるとどうたらとか言ってたあれか。痛い。倒しちゃっていいのかな。なんか出た。引きちぎり。でっかくなってる。攻撃すると小さくなる。俺、友達なんていない。もういるとしたら二次元です。ごっつい、きついです。ちょっと回復しよう。安もんで。掘ってるとでかくなってる。頑張れ、うっち虫。何このテレサ。引きちぎり。結構回復アイテムが厳しいな。もうちょっと気軽に回復アイテムがあれば安心なんだけど、やっぱその辺はレベル上げとかこまめに帰るとか、ちゃんと装備を作るとか、そういったことで対応していく必要がありそうだ。お、一つ目の鎖。このダンジョンも二つだね。大体一つ壊したところで、こっちとね、ちょっと。古代。取れた。取れた。チェックポイント通過。もういいよ。お前結構強かったしね。で、一本の鎖が終わったからもう一本だな。とりあえず来た道を戻って。こっちだよな、こっちの奥もあったし。